はい、こんにちは、たくまんです。とうとうチャプター5のマップが来たんですけど、このチャプター5ね、チャプター4のマップに比べてかなり伏線が隠されていて、その中にはね、あのスロー博士がこのチャプター5のマップに来ている証拠とか、まあ、証拠らしきものとか、あとね、チャプター1が戻ってきたように、チャプター2シーズン2も復活するんではないかという、そのような伏線とかね、あのカドソーンの元の自宅なんじゃないかと思われる家を発見したりとね、なかなか面白いマップ変化が大量にありましたので、今回はその紹介と考察になります。ぜひぜひ最後まで見てください。はい、ではまず一つ目のマップ変化、こちらですね。はい、場所はね、このグランドグレイシャーっていう大きな屋敷の右上のところに、ここにね、離れ別荘というか、その屋敷で働く人が住んでる寮みたいなところがあるんですけど、はい、こちらのこの部屋、今のねチャプター5のストーリーはピーリーが連れ去られてしまって、それに激怒したジョーンズがピーリーをね助けに行くっていう物語になってるみたいなんですけど、はい、なんとこの部屋の中に入るとピーリーが閉じ込められている場所、ちょっとねバナナの皮が置いてあるだけなんですけど、多分ねここがピーリーが人質として閉じ込められている場所になっていると考えて間違いないようです。バナナの皮がポツンと置いてあります。今のチャプター5には大きく2つの組織があって、この4人のスキンがソサイティっていう悪いグループの集団で、このね島を占拠してるんですよ。逆にジョーンズとホープっていうこの2人のスキンはアンダーグラウンドっていうね、まあ、地下組織として、その2人がねこの島を占領しているソサイティにね対抗しようとしているようです。それでは2つ目のマップ変化、この電車ですね。一応この電車ね、ぶつかっても引かれてもダメージは食らわないようになっております。はい、この電車ね、実は見てください、ソサイティのマーク、ジョーンズと敵対するソサイティのマークが入っていて、このマップ全体はソサイティによって支配されている。上の方を全部ねソサイティが支配しているんで、ジョーンズたちは地下に隠れてソサイティに対抗するためにね、いろんなことをやっているようです。それではそのジョーンズたちの秘密基地、アンダーグラウンドの場所はというと、マップ左下のこのトンネルのところですね。一応アンダーグラウンドのマーク、アンダーグラウンドのマークっていうか、ソサイティのマークになんか斜め印がついてるのがアンダーグラウンドの場所みたいですね。この場所です。はい、こちらのトンネルの中ですね。ここに分かりやすいように矢印書いてくれてるんですけど、この矢印のこちらの扉から入ると、奥に進んでいくとトレーラー動画の場所にエージェントジョーンズがいます。ジョーンズっていうか、ちょっと名前はエージェントジョーンズじゃなくてベンジェンスジョーンズになってますけど、このジョーンズがいて、ほらこれすごいね、ステンドグラスだっけ、綺麗な場所ですね。ここが秘密基地になっております。で、敵対するねソサイティのメンバーがついていて、なんかソサイティのリーダーめっちゃ落書きされてますけど、ここのモニター面白くて、見て見て、このモニター、スロー博士、ジョーンズ、ピーリーとね、まあ今回のねストーリーがね、ジョーンズがピーリーを助け出すストーリーなんで、ジョーンズとねピーリーが映ってるのは分かるんですけど、ここにスロー博士も映ってるのはちょっと何やらやっぱりね、スロー博士今回のチャプター5のストーリーにも深く関わってる様子が伺えますね。はい、ここで武器の改造をしたりすることができます。実はね、さっきのトンネルだけじゃなくて、ここねめちゃくちゃ広くて、どっからだったっけな、さっきのトンネルじゃなくて、こっちのね使われなくなったトンネルだったり、この家ですね、さっきのトンネルの上の方、この場所ですね。この家ね、なんか一見普通のお家に見えるんですけど、こういうねお家がジョーンズの秘密基地への入り口へと繋がってたりします。ちなみにここのソファーにもね、スローのスプレーがされてて、スローのね頭のもじゃもじゃに髪の毛に落書きがされてたりね、スロー博士のスプレー、いろんな場所にあるんでね、探してみるのも面白いかと思います。はい、では4つ目のマップ変化、やばいっすよ。今ねマップ上にはこのジョーンズ率いるアンダーグラウンドっていう組織プラス、まあ、島のねあちこちを占領しているこういうソサイティのメンバーがいる場所、島の上はほとんどソサイティが抑えてるんですけど、それに対抗する第3の勢力がなんとこの場所に存在しております。はい、マップの一番右下のちょっとね山の後ろの見えない場所、ここですね、ここに隠れてるんですよ。はい、今回ねチャプター5の島、なんかヨーロッパ風のスペインとかイタリア、そしてね北欧ノルウェーとかスウェーデンっぽいね建物ばっかりなんですけど、ここだけねなんか軍事基地みたいになってるんですよ。リサーチロック、調査する岩っていう名前の場所ですね、まあ、調査団体の場所なんですけど、見てください、明らかにねここだけね建物の様子が全然違って、ドゥルン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 、これ見覚えがありますよね、チャプター4やってる方。はい、これはチャプター4シーズン2に登場したルミナリーズのマークです。ルミナリーズっていうのはね、メガシティに住んでいたシンジケート、ピースシンジケートの仲間の一つの組織で、チャプター4シーズン3でジャングルと古代の遺跡が現れた時、あの時ルミナリーズは古代の遺跡を調査してたんですけど、それと同時にスローン博士も古代の遺跡を調査していました。それによってルミナリーズとスローン博士は手を組んで一緒にね古代の遺跡、特にアパラタスにあったあの望遠鏡のような星を投影する装置をルミナリーズとスローン博士は一緒
緒に調査してたんですけど、そのルミナリーズがね、ここ見てほら、物資をたくさん持ってきて、このチャプター5の世界を調査しようとしてるんですよ。やばくない？いや、これやばすぎるって。なんでやばいかっていうと、ここにね、チャプター4のルミナリーズがやってきてるっていうことは、チャプター4の世界からスローン博士も一緒にやってきているっていうことにつながるんですよ。チャプター4シーズン4ではね、まだルミナリーズとスローン博士一緒にね、協力していて、スローン博士の背中にもルミナリーズのマークがついていたんで、ここにね、スローン博士が来ていると考えて、ほぼほぼ間違いないんじゃないかと思います。僕は思います。多分シーズン1が終わる頃かシーズン2にかけてね、ここにスローン博士のね、NPC が登場するんじゃないかとね、思いますので、皆さん楽しみにしていてください。ここでね、ルミナリーズ、そしてスローン博士は明らかにチャプター5の島を調査しておりますので、ぜひぜひ皆さんこのマップ一番右下のね、この場所に来てみてください。それでは5カ所目のマップ変化、こちらですね。はい、マップで言ったらね、真ん中一番上の場所、この場所なんですけど、この屋敷がなかなかに怪しいんですよ。まずこれ、見覚えあるみんな。あの、チャプター4シーズン4にあった、カドソーンの屋敷に置いてあったね、あの犬みたいな動物みたいな置物です。ここでね、まず一つ目、カドソーンっぽいでしょ。で、この屋敷入ったらボーリングが置いてあって、ボーリング場があって、はい、上に登っていきます。上に登ると、なんかね、ここでたくさん読書をしてる人がいて、さらに上に行くと、見て、この寝室、ここで寝てる人に飾られてるのが、カドソーンの顔。これ、カドソーンが住んでるとしか思えなくない？で、みんな覚えてるかな？カドソーンのリレントレスリトリートには、このね、日本風のポスターっていうか、この巻物とか置いてあって、レストランが、日本のレストランがあったんですよ。これも またカドソーンと同じもので、そして、吸血鬼の王様が座るようなね、まあ、カドソーンがいかにも好きそうな金の椅子が置いてあります。これ、カドソーンが住んでる場所なんじゃないの？まあ、カドソーンチャプター4の世界では、シマーダスクによってやられちゃってるんですけど、ね、世界線が移動してるんだったら、この場所がね、もともとね、カドソーンが住んでいた場所。もしかすると、まだね、この場所に、あの、元の世界のカドソーンが住んでる可能性とか、ありそうですよね。で、なぜかね、ここにコンテナが置いてあるんですよ。このね、コンテナには、あの、ルミナリーズのマークがついてないんですけど、屋敷のね、この頂上、屋敷のてっぺんにも大きなコンテナが置いてあったりとか、ちょっとね、一応ね、チャプター4の世界ではこういうコンテナはルミナリーズのものだったので、なんでルミナリーズがここに来てるのか、もしかしたら、タイムマシンを作っていたカドソーンの屋敷を調査して、ルミナリーズとスローン博士が調査して、まあ、タイムマシンの作り方とか、そういう情報を見に来た可能性もありますね。さあ、今度はマップ上のグランドステーションっていうね、大きな駅ですね。はい、そしたらね、さっき言ってたバレリアっていうソサエティのリーダーは、このでっかい駅の目の前のこの屋敷に住んでるんですけど、はい、ソサエティのマークがあって、ソサエティのリーダーが住んでるこの部屋、ここにめちゃめちゃ怪しいのがあって、この本のね、これ、やばくない？今までのストーリーでいくと、パッて見た感じ、ゼロポイントと、裂け目の蝶々って考えそうなものなんですけど、これさ、だからなんかゼロポイントっぽくないんだよね。まあ、ゼロポイントが埋め込まれてるって考えて、ゼロポイントって考えても良さそうなんだけど、これスフィアって書いてあるのかな？まあ、ゼロポイントらしきものと、なんかゼロポイントが埋め込まれた、なんかこれ、何なんだろうね、なんか棚みたいな、建物なのかな、ちょっとよくわからないものにゼロポイントが組み込まれてて、今までね、ゼロポイントからは裂け目の蝶々が出てたんですけど、これどう見ても蝶々じゃなくて、ガだよね、ガ。ちょっと気持ち悪いガに見えるんだけど、だからもしかしたらチャプター4の世界からチャプター5の世界に移行したことによって、ゼロポイントっていう存在がなくなって、別のオーブ、ゼロポイントでは呼ばない別のオーブに切り替わって、それがね、裂け目の蝶々じゃなくて、そこからガが登場してるって考えることもできるんじゃないかという本がここに置いてありましたので、その紹介です。それでは次はルミナリーズつながりで、この場所ですね。はい、マップの真ん中の湖、なんかさ、ゼロポイントが眠ってそうなルートレイクっぽい湖のところに、ここにね、お家があるんですけど、さあ、この中見てください。ドゥルン、これわかる？これチャプター4シーズン2のピースシンジケートのイービーのね、上司であるサンダーのお店となっております。マグロとかエビとか置いてあって、ここにね、巻き寿司を出してるんです。お寿司屋さんなんですけど、実はね、リバーガードの水木でサンダーに話しかけると、ギラではいつでも歓迎するぞと言っていて、ギラっていうのがね、このお店の名前なのか土地の名前なのか分かんなかったんですけど、サンダーが言ってたギラっていう場所が多分ここなんじゃないかと考えられます。っていうか、なんでさ、ルミナリーズとかピースシンジケートはこんな風に次元間を移動して来てるんだろうね。そもそもね、シンジケートたちがいるメガシティはね、でっかい次元の裂け目によって現れてたんですけど、あの住民たちは次元間を移動できるっていうことなんですかね。これまでね、チャプター1、チャプター2、チャプター3とね、ゼロポイントは必ずこの湖の中心にね、存在していたんで、それ考えるとね、ここゼロポイントね、ありそうなんですけど、その重要な場所にサンダーのお店が
が登場しております。さあそしてね、ここからのマップ変化がマジでヤバすぎる。個人的にヤバすぎます。マップの右上のまずこの場所ですね。はい、なんとこの場所にあるのはあの石油採掘場、チャプター2のシーズン2で TNT ナがいた場所とねめちゃめちゃ似てるんですよ。ほら、もう TNT ナがいたあの石油採掘場のザ・リグとねめちゃめちゃ似ている場所がここに登場しております。でね、これだけだったらまだしも、まずねこっちの風車の方に行きましょうか。ちょっと風車を通り越して、まあ、風車というか風力発電所ですね。風力発電所からこっちの方に向かいます。あっちの島の方に向かいましょう。さあこの島、場所はねマップの一番右上のこの場所なんですけど、一番右上ですね。この島マジでやばいです。見てください。まずマイダスがいたザ・エージェンシーの絵が置いてあります。さあそしてこっちに歩いていくと、なんとここにはあのニャッスルの毛玉、ニャッスルが遊んでた毛糸が置いてあります。さあそしてこっちを見ると、はい、ブルータスがいます。ブルータスのマスクが落ちております。さあそしてそのままこっちに行くと、チャプター2の時にあったあのフィッシュスティックのお店があります。さあそのままこっち行くと、チャプター2のシーズン5に現れたあのコロッサルコロシアムの、なんかマークのやつがあったり、はい、チャプター2のコーラルキャッスルのが置いてあったり、これチャプター2シーズン1のあの雪のお城のところですね。雪のお城のモアイ像みたいなのが置いてあったり、なんだ？チャプター2のトマトヘッドが置いてあったり、なんとね、この島、全部チャプター2のもので形成されてるんですよ。このちっちゃい島に、これも、やばくない？スカイ。ザ・シャークにあったスカイの部屋のポスターというか、スカイですよ。もう、てかスカイが映ってますね。ということで、スカイ、マイダス、TNT ナ、ブルータス、ニャッスルが全集合しています。やばすぎんこれ、マジで。ほぼほぼ確実にチャプター2シーズン2帰ってくるんじゃないかな。一応ツイッターでね、運営は2024年度にもシーズン OG めちゃくちゃ人気があったから、チャプター1また後で元に戻すねみたいなこと言ってたんですけど、それ考えるとチャプター2も来るって絶対。これなんかノンスウェットインシュランスのポスターっぽいやつだね。チャプター1のシーズン OG がさ、めちゃくちゃ人気になったのに味を占めて、フォートナイトの運営はね、多分その次に人気のあったチャプター2シーズン2のマイダスのねシーズンを絶対持ってくると個人的には考えております。来るでしょ、こんだけもう伏線張ってるんだったら。さあ先ほどのスパイ組織の伏線に続いて、こっちにねあのニャッスルがいたザ・ヨットが来ておりますので、それを見に行きましょうか。でね、ちょっと前の動画でファウンデーションの石像があるんじゃないかって言ってたやつ、これあったファウンデーションの頭じゃないかって言ってたやつね、どうやらただの岩でしたので、すいません、それは訂正させてください。さあやってまいりました、ザ・ヨット。これがねチャプター2シーズン2の頃のザ・ヨットと同じものなのかどうか皆さん気になると思いますけど、これねチャプター2の頃のザヨットと考えて間違いないと思います。はい、その理由1、まずこちらマリーゴールドと書かれてます。これはねマイダスの娘マリーゴールドのね名前をねこのヨットにつけてると思うんですけど、チャプター2シーズン2のニャッスルがいた船にもマリーゴールドの名前が付けられてたんですよ。他にもいろいろあって、ちょっとみんな覚えてるこの場所、ここにさマイダスの石像があったんだけど、ここにねソサイティのマークがあって、もしかしたらソサイティとマイダスの組織って何か共通点があるんじゃない？だってさマイダスってさ、ゴールデンタッチの黄金の手を持ってたじゃん。これ黄金の手なんだよ。どう見てもマイダスのゴールデンタッチでしょ。でマイダスの像があった場所にこれ置いてるんだよ。ニャッスルの部屋どこだったかな、こっちか、ここ。ほらニャッスルの部屋があったじゃん、運動する。ほらニャッスルが使ってたロープみたいなやつとか、黄金の筋トレマシンとかがある。いやニャッスルいるでしょこれ絶対。個人的にはただ単純にヨットを使い回したっていうより、まあ、マイダス関連ニャッスル関連と考えて間違いないんじゃないかと思います。そう考えるとソサイエティにはさ、なんかマイダスっぽい人がいるじゃん。マイダスと同じような手の形をしてる人がいるんだけど、やっぱりこれマイダス関連。マイダスもねスパイ組織でなんか犯罪、世界的な犯罪組織っていう風にマイダスのスパイ組織言われてたんだけど、ソサイエティもねなんか明らかに犯罪集団なんで、スパイ組織がね関わってる、マイダスたちが復活するような伏線となってると考えて間違いないんじゃないかと考えております。さあそしてこのマップ上にはまだまださらなるねスパイ組織の伏線が隠されております。その場所はここ、マップで言ったらこの場所ですね。この工場なんですけど、はい、この工場ねドローンを使って、はい、ドローンを使ってアイテムを運ぶシップイットステーションっていう場所なんですけど、運送屋さんですね。見てください、シップイット。これ気づいた人いる？これチャプター2のシーズン2でニャッスルがザヨットから追い出されてダンボール工場で泣いてたじゃん。あのダンボール工場の名前がシップイットなんですよ。やばくない？ニャッスルが働いてたねそのダンボール工場のシップイットが今回ここに新しく登場して、なんか最新鋭の、まあただのねダンボール工場っていうよりはドローンを使って物を運ぶね運送会社へと変
変貌してるんですけど、ここにもチャプター2シーズン2のニャッスルの伏線が隠されております。さあさあ、マイダスたちスパイ組織の伏線はまだまだあります。ちょっとね、ボスとかたくさんいるからめんどくさいんで、すいません、リプレイモードで来たんですけど、この屋敷、さっきね、一番最初のマップ変化でここピーリーが閉じ込められてるって言ってた場所、その隣の屋敷ですね。この屋敷にはね、なんか明らかにマイダスっぽいやつがねいるんですけど、正面から入りますね。真正面から入ってでっかい階段あるんですけど、この右手、ドゥルーン、これわかる、みんな、これやばすぎるって。これチャプター2シーズン2のザ・エージェンシーのマイダスたちがねいた部屋の扉がこれです。エレベーターの扉、実はこの中エレベーターになってるんですけど、チャプター2シーズン2でマイダスたちがさ、あのドゥルンドゥルンドゥルンピンポーンってさ、エレベーターで地下にやってきてたじゃん。あのね、エレベーター、はい、エレベーター、あのエレベーターの扉、ここ、はい、マイダス、マイダス。さあ、そしたら次のマップ変化もね、めちゃめちゃやばいマップ変化となっております。場所はここ、絶対こんなの気づかんやろっていう場所にあるから、この場所ですね。見て、やばくない？マップのね、右側のこの雪地帯の裏側、だいたいこの辺ですね、この辺、雪地帯の裏側、ここだけね、ちょっとポコってへこんでるのわかるかな。ここに行ってみてください。そしたらね、ここにちっちゃなホラー穴があるんですよ。このホラー穴の中ね、大量に宝箱があって、まあ、宝箱集めるのもいいんですけど、はい、宝箱あるね。宝箱がめちゃめちゃたくさんあって、奥にどん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 進んでいきましょう。奥にどんどん進んでいくと、これギリギリ人が一人、しゃがんでなんとか通れる。しゃがまないとちなみに通れません。途中宝箱があって通れないんですけど、宝箱破壊しましょう。はい、宝箱を破壊してまだまだ先に進んでいきます。すると、現れたのは、でっかい祠？なんか、ちっちゃいね、洞窟の入り口の中にこういう祠があるんですよね。で、これ進んでいくと、まだまだ宝箱が大量にあって、ほらほら、謎の場所に到着します。ちょっとね、洞窟内暗すぎるんで、リプレイモードにしてね、画面は明るくして紹介したいと思います。見てごらん、狭い狭い祠の中入っていく、入っていく、めちゃめちゃ狭くなってて、宝箱で閉じ込められるけど、それ破壊して中に行く、こんな感じです。やばすぎるやろ。でね、まだまだ奥に進んでいくと、ここ行き止まりなんですけど、これね、リプレイモードで来ると、この岩、この岩のね、なんか透けて、ほら、なんかやばくない？この岩の中透けていくのよ。透けて中に行くと、ほら、やばすぎんこれ。洞窟があるんだよ、洞窟。で、この洞窟の中になんと、コーラルバディたちがいます。やばすぎんここ。そしてこれ、ほらほら、チャプター2シーズン4の時にさ、コーラルなんとかっていう場所にいた、あの、海賊船じゃん、コーラルバディたちの。やばくないこの場所。発見した俺もやばいけど、これ作った。いや、ほんとね、今回のチャプター5のマップね、めちゃめちゃほんとに作り込まれてるって。いや、マジでみんな来てみて。ていうか、ここさ、敵に誰一人と出会わなくて、宝箱10個くらい開けられるから、普通に競技死んでも強すぎるんじゃないかな。あ、でもそっか、ここで待ち伏せされちゃったら怖いけど、でもここでわざわざ待ち伏せするやついるかな。では次はマップの中央にあるこの場所ですね。古代ローマのコロッセウムみたいな場所を改造して作られた映画館となっております。リスキーリールズみたいなね、スクリーンがあって、ここでね、多分音楽イベントとか今後あるのかな。ルインドリールズだから、リスキーリールズっていう名前と遺跡っていう意味のね、ルインズを組み合わせてルインドリールズという名前の場所なんですけど、ここで多分今後イベントが行われるでしょう。そしてね、この入り口に行くとね、面白いポスターがあります。まあ、このね、ルインドリールズっていうのは、まあ、映画館自体のポスターなんですけど、で、次、オデッセイ6、オデッセイの6番目の映画なのかな、カミングスーン、もうすぐ上映ということで、なんかさ、ジョーンズが映ってて、ここにさ、空島みたいなのが映ってんだよね。これもしかしたらさ、今後こういう空島みたいなのが現れるっていう伏線になってそうで、キューブの石板みたいなのも浮いてるしね。なんこれね、多分なんかのイベントか、今後のマップ変化のね、伏線になってんじゃないかと個人的には考えております。そしてこちら、リベンジオブザコーラルバディーズ。コーラルバディーたち、あのチャプター4のシーズン3だったかな、捕まえられちゃってたコーラルバディーたちがリベンジ、復讐するということで、それも映画になってるんですけど、今回のジョーンズの名前もベンジェンスジョーンズってなってて、ベンジェンスっていうのは復讐っていう意味なんですよね。復讐のジョーンズ。そしてこちらもコーラルバディーたちもね、何か復讐しようと企んでいるようです。さあ、次はマップ変化というか、なんかこのチャプター5の世界観についてですね。はい、この場所をね、見るとね、特によくわかると思うんですけど、この場所ね、イタリアにあるポンペイ遺跡っていう場所にめちゃくちゃ似てるんですよ。火山の噴火によって滅びてしまった古代ローマの都市みたいなところですね。全体的にね、チャプター5のマップ、この辺がね、イタリアとか、まあ、イタリア系の場所になってて、この辺がスペイン系の場所になってます。実際ね、ボスの名前とか、例えばさっきのベンジェンス・ジョーンズのベンジェンスもスペイン語なんで、こっちがスペインで、雪地帯がね、ノルウェーとかスウェーデンの北欧、寒いね、ヨーロッパ地帯、南のヨーロッパ、中央ヨーロッパ、
北ヨーロッパ北欧地帯ということで、チャプター4の頃さ、メガシティ、あれ完全に関東地方、千葉県とか東京都とかがねマップになってたんですけど、今回はね完全にヨーロッパがね舞台となっていることがわかります。それでは次に怪しい場所はこの場所ですね。あのでっかい豪邸、ピーリーが捕らえられてた豪邸の隣のところです。ここね、滝がね、上から流れてくる水みたいなのが完全に凍っちゃってる滝みたいな場所になってるんですけど、ここ降りると面白くて、このねランドマークの名前がゼニスウォール、まあ、ゼニスの壁ってなってるんですけど、実はチャプター1シーズン7のアイスキングのねストーリーの時に出てきたスキンにゼニスっていうスキンがいるんですよ。氷のゼニス、そのねゼニスの名前が付けられてるんで、もしかしたら何かしらチャプター1シーズン7と関わってくるんじゃないかなぐらいの感じで考えております。まあ、たまたま同じゼニスっていう名前が被っただけかもしれないですけど、チャプター1の時はねこの氷の中から一つ目の怪物が出てきたこと考えると、この氷の中にもね何かしらの秘密が隠されててもおかしくはないんじゃないかと考えてる限りでございます。さあ次なるマップ変化はこの場所ですね。マップで言ったら真ん中一番下の場所です。はい、一番真ん中下の場所になんとあのチャプター4の頃にねマップ各地にあったあのカエルの像があって、そのカエル2人がね結婚式を開いてんのかな。なんかこれ結婚式に使うなんかあの入り口みたいなやつだよね。結婚式なのか、まあ写真を撮ってるのかな。なんでかっていうと、見てください、こっちハート型の岩があります。ほらハートになってんのわかる。これだから多分ねこのハートを背に写真を撮ってるっていうことなんじゃないかな。まあ恋人なのか、まあ今から結婚するのか、そういう感じになってますね。皆さんこう観光名所なんでぜひ来てみてください。あ、ちなみにねあのチャプター4の頃、自分がさマップ変化動画でこのカエルってなんでいるんだろうってさみんなに質問したらさ、チャプター1にカエルっていう意味のカエルの像がたくさんあったんじゃないのっていう、そういうコメントがあって、あ、なるほどなと思ったんですけど、めっちゃなるほどなと思ったんですけど、まあ世界的なゲームだから日本語のカエルとは関係ないかなとは思いつつも、すごい面白い発想だなと思いました。結局あのチャプター4にたくさんいたカエル何だったんだろうね。はい、ということでね、チャプター5のめちゃめちゃ気になる場所のみをね今回動画化させてもらったんですけど、多分だいぶ長い動画になってると思うんですけど、最後まで見てくれてみんなありがとうございます。でね、細かいマップ変化についてはまた今後投稿するし、今回ね動画にしてなかった場所でこの場所すごい気になるとか、これについて動画化してほしいみたいなとこあったらね、ぜひとも皆さんコメント欄で教えてください。毎日ね1000件近く今コメント来てるんで返信することはできないんですけど、いいねを押してコメント見たよっていう意味のいいねはね押してますので、ぜひねコメントでこの場所の何々についてっていうことでコメント書いてくれたら、次回の動画で紹介させてもらうかもしれませんので、よろしくお願いします。あ、そしてね、いつもお願いしてますけど、チャプター5のバトルパスを買う前にアイテムショップの右下からね、クリエイターサポート TAKUMAN たくまんにね、ぜひとも絶対必ずよろしくお願いします。マジでお願いします。可愛いウィンタースカイも売っておりますということで、最後までご視聴ありがとうございました。